野草曲、第20番 A 波炭超経験、アイバマイナス16、レントコングランエスプレッシオネは、フレデリック・ショパンが1830年の春に、作曲、1875年1月5日出版した、ピアノ独奏曲。正式な検定はないが、姉のルドビカ・ショパンが、ピアノ競奏曲、第2番を練習するときのための曲として書かれた。初版では、 アダージョという表題がついていたが、ブラームスがこの曲をシャフする際にこの表題を消してしまった。残った速度記号のレントコングランエスプレッシュオーネのみが残り、これが表題として知られるようになった。また現在では野草曲として知られるが、これはルドビカがショパンの未出版作品のカタログを作った際に野草曲風のレントと記したことによる。各版出版社によって、 音程、強弱、表紙など多くの移動がある。野草曲、第20番の冒頭部分営派単調、レント・コングラン・エスプレッシオーネ、4分の4拍子、3部、形式。4小節の助奏の後、左手が分散和音による伴奏、右手が旋律を歌う主題が現れる。中間部の21小節目からは、ピアノ協奏曲、第2番の第一楽章と、 第三楽章で用いられている旋律が現れる。初校付では、左手が4分の4拍子の伴奏、右手がピアノ競奏曲の4分の3拍子の旋律という形で書かれていたが、後に、ショパン自身が4分の4拍子のリズムに書き換えた。30、32小説では歌曲、乙女の願いのモチーフが織り込まれ、その後の経過部では、 ピアノ競奏曲の別の旋律を用いた楽器に移る。再現部では、主題が変形されて現れた後、上校して下行する装飾音が4回現れ、消えるように終わる。ありがとうございます。